まず書くにあたり、この半分をお花に使おうと思います。それでは群青色と水色を混ぜてこの色を作りますね。そして風に丸く描いていきます。ですから失敗しませんよ。こういう風にして描いていきます。自由に描いてくださいね。はい。です。これで大丈夫です。さあ、次は花びらを描いていきます。最初に水色の薄い色で描いていきましょう。花びらは4枚ですから、1、2、3、4というふうに、はい、どこでもいいです。3、4、1、2、3、1、2、3、4と、はい、向こうの方はちょっと平べったく描きますね。次は群青色を混ぜます。たっぷりの水をつけて群青色を混ぜて、はい、ここでちょっと、そうするとお花に立体感も出て生き生きとしてきますよね。お隣に重なってもいいですから、思いっきり描いていきましょう。次は紫を少々混ぜます。そしてさらにこういうふうに上からのせていきます。重なり合っているっていう感じが見えますね。恐れることなく思い切って描いていきましょう。ここにもありましたね。
非常に立体感が出てきましたね。空いてるところはこういうふうに埋めていけばいいと思います。はい、ここもだいたい丸くなりますように、ちょっと花びらで突き出してやりましょう。はい、これで仕上がりましたね。次は葉っぱを描きますけれども、はい、面相筆で墨をつけて大きい葉っぱにしましょうね。こういうふうに描きます。はい、向こう側の重なっております。そしてここから肺葉脈、葉の葉脈はこんな感じですから入れておきましょう。そして色は。どういったものでも結構です。好きな色でそっと置いてくださいね。これでもこれでもいろいろこう混ぜてみます。そうすると筆にいろいろな色が乗っています。それをこういうふうに寝さしてこういうふうにしますとここで混ざり合って素敵な色を出してくれます。そしてさらにこの筆に黄色を乗せて、黄色と群青を乗せてみます。紫を乗せてみます。そしてこういうふうにこういうふうに置いてさっと置きます。はい、次は、はい、こちらの葉ですけれどもこういうふうに乗せます。こういうふうに乗せます。そしてここで筆を止めます。きちっと塗らない方がいいかと思います。味が出ますよね。はい、ここにこの色をちょっと乗せてあげましょう。変化が出ましたね。はい、これで結構です。そしてさらに面白いことをしてみましょう。シルバーです。シルバーですね。はい、シルバーをどの葉か一枚に乗せてあげます。ここにさっと乗せてあげましょう。これだけで結構です。非常に爽やかさが出ます。そして字を入れます。大変な豪雨も続くかと思いますけれども、皆さんのお友達やご親戚の方にも励ましてあげてください。
雨にも負けず、大きく書きましょう。手紙ですから、相手の方のお気持ちを持って書いて差し上げましょうね。飾っておいて眺めていただくという気持ちも大切かと思います。そして、はい、ここが開きましたね。ここに押しますと、ここに空間が空きすぎます。ですからバランスが取れませんので、はい、こう見ますと、ここがちょうど良いかと思います。はい、押します。はい、仕上がりました。ここもいいかと思いますけれども、むしろこれで。よろしいかと思います。ピンクのアジサイもあります。いろいろお試しください。だけれども一色だけではしないで、必ず三色で今日のように混ぜて描きますと、非常に重量感のあるいいお花になると思います。それじゃあ、このようにベージュの額をつけてみました。爽やかですね。次はスイカを描かせていただきます。お勉強しましょう。それじゃあお楽しみにね。